ポーランド系アメリカ人は、ポーランドに出自を持つアメリカの市民である。20世紀初頭までに100万人以上のポーランド人が、アメリカに移住したが、アメリカ移民帰還局が民族よりも、国籍で移民の登録をしていたこともあり、ポーランド分割により、ポーランドが存在しなかったためその正確な数は、不明である。そのため、ポーランド系ロシア人、ポーランド系ドイツ人の区分が生じた。 彼らの宗教は、ローマカトリック、ユダヤ教政党派、ユダヤ教会革派が大半である。アメリカの1990年の国勢調査では、940万人がポーランド系であると答えた。2000年の国勢調査によれば5歳以上のアメリカ人のうちの66万7414人が、家庭でポーランド語を話すと答えた。それは、 英語以外を主に話す人口の1.4%であり、アメリカ人口の0.25%だった。最初の移民は開拓時代に技術者としてジェームズタウンにやってきた。18世紀、カジミエシュプアスキ、タデウシコシチュシコラポーランドの愛国者たちがアメリカ独立戦争に参加した。ポーランド系コミュニティのある都市としてはニューヨーク州。 バッファローユーティカ・リバーヘッド・スケネクタディ、ミシガン州デトロイト・ハムトラミック、ブロンソン、イリノイ州シカゴ、オハイオ州クリーブランド・トレドなどがある。特にシカゴでは200万を超える人々がポーランド系住民で占める世界最大のポローニアである。ポーランドではポーランド最大の都市はワルシャワで次がシカゴ。という冗談で表現されている。ありがとうございます。